はい、竹志農場です。草刈りのね、準備ができましたので、先ほどの野菜の後ですね、後作、後地の、草刈りをやっていきたいと思います。じゃあこれから行ってきます。はい、いつものね、マキタの電動草刈り機ですね。はい、電動の草刈り機で、刈っていきます。よいしょ。はい、でソニーのね、ハンディカムはまだ復活してません。はい、一箇所終了です。次へ移ります。はい、二箇所目になります。昨日はね、暑かったんですけど、今日は曇りで、ちょっと湿度高いんですけどね、昨日よりは、まあ、涼しく感じるのかな。こういう作業はやりやすいです。行ってきます。はい、終了です。で、途中ね、2回止まりました。ごめんなさい。で、なんで止まったかっていうと、キックバック防止機能が働きました。
で、キックバック防止機能っていうのは、例えば木の切り株とかね、なんかそういう硬いものに当たって一瞬、回転止まるとね、この草刈り機の刈り取り分が振り回されちゃうので、それを防止するために負荷がかかった瞬間に、機械を止めてしまいます。それによってね、事故防止なんですが、今回は長い草がね、この刈り取り分に絡んで、一瞬止まって、電源が切れたという状態です。で、長い草を刈るのはどうするかっていうと、あの根元からね、一回で刈らずに、ちょっとね、上高い部分からちょっとずつ刈り下げていくという方法を取れば、キックバックでね、止まるっていうことがないです。で、まあエンジン式はね、キックバック防止機能っていうのがついてないんで止まることはないんですが、まあ、トルクの強いね、この電動式草刈り機の場合はそういう安全装置がついています。だからそれをね、うまく回避するように、使ってやればね、結構非常に、効率のいい機械だと思います。以上です。この後ね、オートカルチで耕したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。